をコンテンツの肌包んで隠してビートしたビーバー握れば引かずに骨の髄掘れた空げたんばむをむをむつまで決めた覚悟集めて Together 争いに頬には渡さない Fighting Dream 愛に胸焦がしたままで生きたい壊れても Justスキンは実は目に見えねえちっちゃい機械の集合体で一定の電圧をかけると活性化する。ビリッとくるあれ、特定の周波数で配列を組み替え瞬時に独自のサーキットを構成するんです。はあ、活性化したナノスキンはソニックダイバーシステムと一体化することでパイロットを完全防護し航空高速での生命維持活動も行う。ただこいつには寿命があってな。寿命？21分32秒経つとナノスキンは全く効果を失う。ホメロス効果による磁界作用。およく知ってんじゃねえか。すみません。モーションスリットは皮膚と密着することでナノスキンの効果を最大限に高め、かつシステムとパイロットの生態的な中継役も務める。で、こいつの最重要な点は、だ。作るのにえらく金がかかるくせに、なんと使い捨てってことだ。くれぐれも大事に扱うように。そっちっすか。そっちが大事だろ。こいつには他にも細かい機能があるが、説明がめんどくせえ。マニュアルを読んでくれや。適当だな。やっぱ勉強は苦手だな。体動かす方がいいや。次はシミュレーターを使ってソニックダイバーの基本動作を学習するそうですね。シミュレーター？エイカさんは何度もやってるんですよね。一条でいいわ。え？名前で呼ばれるの好きじゃないの？はい、一条さん。ソニックダイバーの基本操作の訓練だ。これがこなせなければ話にならねえぞ。モニター出します。動いた。あれ？あれれ、意外に難しいな。落ちちゃえ。カレンちゃん。すごい。ここって遊園地の跡？そうみたいですね。残っていた施設を一部借り受けたんだ。訓練用にな。あ、訓練用？4894537、1597647、
待って、こんなの覚えきれないよ。一条、パーフェクト。うわ、栄華さんすごい。一条よ。あ、そっか、すみません一条さん。園宮、98点。お前、あんだけ悲鳴上げてて大したもんだな。数字は割と得意なので。桜の15点。お前はダメだろ。数字は苦手なんです。あと1周。あとちょっと頑張ろう。東郷さん鬼。私も筋肉痛で。そういえば一条さんって、ん？お風呂いつも消灯時間直前に入っているようですけど、どこへ行ってるんでしょう。さあ、園宮さん？残業ですか？大変ですね。万年人手不足ですから。それに一条さんみたいに頑張ってる方もいらっしゃいますから。こんな時間まで一人で訓練してるなんて思いませんでした。一条さんはあなた方のように軍に選抜されたわけじゃありませんしね。ご自分で志願なさったんです。志願？当然一条さんはソニックダイバー適正試験を受けました。その結果一条さんの数値は適正ギリギリだったんです。ギリギリ？ええ、天才パイロットと呼ばれるほど操縦センスのある人ですし、それにいつもああやって。それ知ってますからね。残業くらいで文句なんか。彼女は正式なパイロットではありません。え？臨時の協力者ですから。協力者？協力者とはどういう？システムが一応の完成を見ましたから、彼女はこの基地におりません。ではここにいないんですね。今日は本物を使っての軌道シミュレーションだ。一条には実際に飛んでもらう。了解。栄華さん。一条さんだけなんですか？すでに一条は何度も軌道シミュレーションを経験済みなんでな。訓練の成績も問題ないし、そろそろ飛んでもらわんと。成績を言われると弱い。いよいよ初飛行ですね。まだ油断はできませんが。大丈夫ですよ一条さんなら。登場するダイバーだが、雷神は一条、風神が園宮、
レイジンには桜ので調整してやる。私がレイジンですか？なんだあいつ。ビビッときたのはきっとこの予感だったんだ。よろしくね。こら勝手に触ってんじゃねえよ。何よあんた。ああいや、いい眺めだな。なんて、グーで殴り合った。ああ、ついでだから紹介しとくわ。おいおい、ついでかよ。あ、聞こえちゃったかな。準備は終わったよ。ああ、この方はこの基地のメカニック全般の責任者、オート整備班長だ。怖い。なんか稽古の時のおじいちゃんみたい。それからソニックダイバーにはそれぞれ専属の整備担当がいてな。専属？雷神担当のランコ。巫女神ランコや、よろしゅ。風神担当のハルコ。巫女神ハルコ。ご兄弟ですか？双子双子。力のランコに技のハルコって覚えといてや。ってことは霊人担当がこの両兵だ。嘘。つうわけだ。よろしくな。最低。システムオールグリーン。順調すぎるほど順調。さすが一条さんやわ。ありがとう。完成情報や位置データが次々とここまで詳細に表示されるなんて。あんた用に組んである。私よ。それなりの情報処理能力がないとこんなデータただのノイズや。そうですか。こんなので本当に飛べるのかな。こーら、俺の整備したマシンをこんなのとはなんだ。このまま引きずり下ろす。うるさいな。黙って仕事しなよ。なんだこの数値は。どっかまずったか。いや、なきゃねえか。ジロジロ見ないでドスケベ。うるさいんだよお前は。どうですか。霊人の MOLP が異常なほど高いです。そうですか。飛行テストを開始してください。了解。いけるか一応。問題ありません。いいな。一番フライトは俺の霊人のはずだったのに。パイロットかな。何が言いたいわけ。あ、いや別に。なら黙っててよ。初乗りでほぼ 100% 相性バッチリなんて一体何なんだあいつは。頑張ってください。エイカさん。一条よ。あ、またやっちゃった。システムオールグリーン、カウントをください。了解。検討を祈ります。一条さんの数値は適正ギリギリだったんです。頑張ってください。一条さん。問題なし。
シフトチェンジモード A。 うわかっこいい。これがソニックダイバー。これであいつと対等に。どうしました？同調が不安定に。な、何？このままではシステムダウンします。すぐに着地させてください。テスト中止です。雷神、速やかに着地してください。了解。浮かぶだけじゃなかったっけ？まずい。動いてよ。雷神、状況を報告せよ。コントロール不能。何があった？アクシデントです。雷神は完全に制御不能になりました。そんなバカなことあるか。事実は事実です。なんとかならねえのかよ。藤枝君。はい。パイロットを完全に切り離せばソニックダイバーの自立モードでリモートコントロールできるはずです。ですが、でもそれは。切り離すだと？てめえ、地を背負ってのか。なんでや、整備は完璧やったっちゅうねん。このままやと失速するで。失速って墜落しちゃうってこと？一条さん、今からじゃ本部からヘリ飛ばしても間に合わねえ。くそ、他のダイバーが飛べりゃ。お前いいから来て。冗談だろう。お願い。お前自分で何言ってく。だってこのままじゃ栄華さんが待ってるよ。だけどお前なんかじゃ。何？一条を切り離して機体だけ戻すだと？嘘でしょ。冗談だろう。私栄華さんを見殺しにしたくないよ。そういやこいつ霊神との同調が半端じゃなかったんだよな。もしかしたら、もしかするかも。私を、あんたの霊神を信じて。ったく、しゃあねえな。え、じゃあできるだけのことはしてやるよ。ありがとう。でも、本当にできんのかよ。シミュレーションで基本操作は覚えてる。飛んで帰ってくるくらいは。多分じゃねえ。絶対帰ってこい。いいな。東方巡査。もう一度言ってみろ。現状では機体を優先せざるを得ません。いいか、ナノスキンの限界までもう5分しかねえ。グズグズできねえぞ。良平、てめえ何のつもりだ。システム、オールグリーン、行け。なんてこった。飛んだ。雷神が発進しました。あのバカ。あ、やっぱこれが。ナナエさん、聞こえてる？何してるんですか。すぐに戻れ、エレだ。はい、栄華さんを助けたら戻ります。そうじゃねえだろう。こんなバカなことって。失速する。どうして？
緊急着陸の準備を。了解。二人ともどうか。エイジンが雷神を確保しました。メカニカ、緊急着陸の用意を。よっしゃ。お父さん。ルン、ハル、エアマット式。よっしゃ。でいいわよ。え？諦めるわ。あなた物覚え悪いし。ありがとう、おとは。でも兄様からもらった大切な万年筆をなくしてしまって、どうしよう兄様。次回休日の街角